おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今日はですね、このコントローラー、これの値を計測したので、このマックイーンですね。マックイーンは一応バージョン2を載せてます。まあ、バージョン2が載ってるマックイーンで、えー、この上下だけですね。上下だけで動くプログラムをまず、まあ、前後とバック、うーまあ、ストップも欲しいんですけど、まあ、その3つぐらい、えー を、まあ、ゼロが出たときに止まるっていう風にしたいと思うんで、全、え、身、ー、とバックと、まあ、止まるぐらいをやりたいなと思います、えー。基本はですね、その3つが分かれば、旋回だとか、まあ、いろんなことは皆さん作れると思うので、まずそれを今日はやってみたいと思います。はい。では、画面を切り替えて説明をします。はい。画面を切り替えました。あ画面はですね、えー、前回、 と、行ったこれ、これですね。なんか画面切り替えばっかりであれですが、この切り替えをやったボード、ボードを出すと顔消えちゃうんですよね。この、これの対応表を作りましたよね、これの対応表を作ったやつに基づいて、えー、プログラムを作っていきたいと思います。プログラム自体はですね、前回やったプログラムを まあ改造すする手順も見てていいいいたただききながら作っていきたいと思いますなんか最近10分以上になっちゃうので、ちょっと気をつけないといけないなと思うんですが、まあ、IR センサーを受ければと、まあ、これ、マクイーンのブロックです。マクイーンのブロックで IR センサーのメッセージを受け取ったら、あナンバーに入れてシリアル通信で書き出す、まあ、これ、そんなに重い処理じゃないので、これ入れとこうと思います。 でそれからナンバーっていう値これを見てプログラムを切り替えるというふうにしたいと思っているので最初にナンバーは0にしときます。でずっとということでこのナンバーがナンバーを画面に書くという処理でこの2桁表示で今何を受信したかっていうのを このマックイーンのちょっと目玉を外して、ここをですね、LED に2桁で何番を受け取ってるかっていうのは分かるようにしておきたいと思います。このブロックもそのままで、で、えー、この下に書いていくというふうなことになるかなと思ってますが、えっと、そうですね、これずっとの中にこれを入れて書く、まあ、これで進めましょうか。この図 このも,もしは受信した後でもいいかもしれないですけど、まあまあ、これでいきます。で、えー、このブロックはびっくりマークが大きいので、これをちょっとプログラム、画面がちょっと見にくくなるので、これちょっと違うマークにさせてもらって、ちっちゃなものに、別にそのままでもいいです。10以上が出たっていうのが分かるように、なんかまあ、シンプルにペケにしておきますか。と でちょっととと大ききな値が来ててまますすよということにしておきますで、えー、番号ですねと論理でもうこのパターンでもし何々だったらどうするっていうのでどんどん分けていくということになります。で非常にシンプルに変数が何番であればということでいいので。 番号を入れて、0が来ることも結構多かったので、0が来たら、マックインはとにかく止めましょうというので、モーターを止めるというのがあります。で、これ右左ってあるんですけど、すべてがありましてね、これで停止になります。これでモーター止まるので、0が来れば止まると。と、ちょうど真ん中のボタンを押すと0だし、 結構ゼロの数字が出るのが多かったので、まあ、変なとこ触ったり、変なデータが来たら、マックイーンは止まっちゃうと。まあ、そういうふうになります。で、次は出なければで、これ足してやると、ここが if に、もしって変わるので、で、こんなふうにしましょう。で、もし、何々なら、ナンバーで、と、うん、と、同じように、 でなければっていうのは、これも、あとイコールでどんどんつないでいけばいいので、変数ナンバー入れて、前は、私の場合は前に進むのは22番ですから、22が来れば前に進もうということで、画面が飛びました。と、マックインのブロックの中の右モーター、止めるじゃないですね。回さないといけないので、とモーターを前に回すと。 でこの辺りでスピードアップとかスピードダウンとかあると、あれなので、今0回すなどで動きません。これをいくらにするかというのがポイントになりますね。で、実際ここに数字を書いてもいいんですが、と後で調整するときにいちいち全部の箇所を書き直さないといけないので、こういうときは変数を作ってですね。 とスピード。もう英語にさせてください。もう小学校の皆さんも英語を使いましょう。とスピード。スピードにして、これをそうですね。確か、これを押すとですね、バーが出てきて、MAX が255ですから、まあ、100、真ん中ぐらいの値。200、120、うーんと、 120にしておきましょうか。2で割ってもいいんですが、128か。1ニッパですね。1ニッパ128にしておきましょう。と、で、それで、そのスピードにしておきたいと思うので、これで変数で、スピードと。で、コントロール C のコントロール V でコピーができるので、慣れてきたらどんどんコピーしてください。で、これ、上と下一緒なので、 右、左にしますか。右側、左側と。で、次はバックのブロックですけども、これもこのそろばんの玉そろばんの玉って言っても分かりにくいですかね。六角形つかんで、こうコピー V ってすると同じのが出てきますから。で、番号を変えればいい。バックにしたいですね。バックは私の場合は13です。13にして、このブロックをコピー V と。で、 コピー V うんともう一個。コピー V と。コピーで V と、うん。出ないですね。何ですかね。コピーで V と。で、で左側で。バックなので、これを後ろにと。で、出なければどあ、こんなとこにコピーできたんですね。ちょっと捨てましょう。 なんかい,いっぱいしたからいっぱいあるんじゃないですか。ありましたね。と。で、だでこれで出なければ、あと左とか右とかつけたければ、これどんどん増やしてもらえばいいんですが、もうないので、これで消して、これで走るはずです。はい。じゃあ、これで書き込んで、えー、動作確認をまずしたいと思います。では、ちょっと書き込みます。 はい、で書き込みました。で書き込んだらですね、これよく間違うので1回言っておきますね。電源、これを外し、つけてる間、つけたまま動作確認してもいいんですが、つけたままだったらマイクロビットだけが動いてても完全にマックインが動いてないことがあるので、マックインをしっかり動かして、マックインの電池を、電源を入れてもらってですね、マクインの電池で稼働するようにしてください。すると最初はナンバー0にしてるので、 00と出て、で、動かないという状態になります。で、私のコントローラーで、前ボタンを押すと、22が受信されて、前に回り出してます。わかりますかね前に回り出してます。で、えー、後ろボタンを押すと、なかなか受信状況が良くないんですが、13ってなると、 バックしているはずです。なかなかこの回転が変わったのが分かりにくいんですが、分かりますかね少し音が変わってるので。で、えー、0が出ると止まるというふうになっています。はい。じゃあちょっと外付けカメラにして走らせてみましょう。はい。外付けカメラに変えました。前進ボタンを押してみます。手が。 るところまでいきますかでバックさせています。で止めました。前バック。前バック。バック。届かないか。あ前だな。前 前に向かってきました。バック前ある程度距離が近くないとダメみたいですね。というふうに動かすことができました。はい、今日はこのマックインをこのリモコンで 前後を動かしてみました。多分ですね、もう前後ができたので、左右も皆さんで作れると思うんですよね。皆さんで左右を作ってもらってですね、えー、走らせてもらったらと思います。明日はですね、少しまあ綺麗なプログラムにするので、まあ、左右入れたり、ここの目を光らせたりしたいと思いますけど、宿題じゃありませんが、やってみたいなっていう人はですね、ぜひ、 ここを左旋回右旋回っていうかこっちのモーターが動いてる時にここが光るとかこっちのモーター回ってる時こっち光るとか両方全身の時はちゃんと両方光るとかいうふうにしたりですねまあ動きに合わせて音を鳴らすとですねバージョン2であればダイナミックに音が鳴るのでとまあ音を出してみたりということもしても面白いかもしれませんさらにですねこの後ろのこの白い この LED、これも光らすことができます。これも動画撮ってあるので、まあ、この後ろの白いと LED、フルカラーで好きな色を指定して光らせるんですね。それを光らせてみたいという人は、この辺にリンク出るようにしておくので、それをクリックしてみていただければと思います。で、まあ、そのあたりも次の次ぐらいですかね、改めてまたこの白い LED つけたりとかいうのもしてみたいと思います。ですやっぱり最後にですね、あの <laughs> 以前失敗していたスクラッチにとマックイーンでと、このリモコンで送った数字ですね、今、今日であれば22とか13、それをマックイーンで受信してで、その受信した13っていうのをなんとかスクラッチに渡したいんですよね。なぜスクラッチにこだわるかっていうと、やっぱりスクラッチっていうのはすごくいいソフトで、小学校ではいっぱい使われているようです。 ですのでこのリモコンを動かしてスクラッチの、まあ、猫ちゃんですね名前あると思うんですけどスクラッチの猫を動かしたりとかですねそういうことができてですねコンピューターのマウスとキーボード以外に変化ができるいわゆるゲームコントローラーみたいなことができたりとかもすると思うのでそういうためにですね もう一度リベンジでスクラッチまでこのシリーズでいきたいと思います。はい、今日はこのエピソードで終わりたいと思います。どうも今ちょうど英語の勉強を先生に教えてもらってて、あのネイティブの人にですね教えてもらってて、前の前のシリーズからですね、実は概要欄の一番下に英英語のこうナレーションみたいなのナレーションって言うんですかね、その動画の説明を入れたりしています。 でこういうあの短いムービーの一つはエピソードっていうようで、で、10回ぐらい私ワンパッケージにしてるので、そのパッケージのことをシリーズというようです。ちょっと以前のちょっとの動画でエピソードをその10回分のイメージで使ってたんですけども、それは間違いで、1本の This ビデオがワンエピソードということのようです、はい。このシリーズではですね、いろいろマクイーン、 とスクラッッチすて、えー、て連動させたところを、まあ、パッケージにししお伝えはい、今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルではこの小型のマイコンマイクロビットの説明動画を毎朝朝6時にアップロードしています。もしよかったらですね、ぜひチャンネル登録していただいて、えー、毎朝ご覧いただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。